やばい、緊張する。カメラを変えてから初の旅動画撮影です。では挨拶。マイナちゃん、ショーです。お、早速ボーリングの音が。ここが千葉県の八街でもなく八町でもなく、これでなんと八街って読むんですよ。八街ヤングボールというところに来ました。ここはね、パンチングマシンやってる人の動画で見たことあるんですけど、太鼓があったのはね、知らなかった。じゃあ行きましょうか。いやー、いつもよりね、画質がかなりいいと思います。音質もね、かなりいいと思います。いやー、なんか慣れないな、この動画をね、再確認するまで、あの音がどんだけ拾ってるかわかんない。おっ、お、早速あったパンチングマシン。ドリンクは普通ですね。ボーリング場って高いイメージがあるんですけど、うん、比較的普通ですね。いやー、これ確かね、めちゃくちゃ数値が出なかった気がする。1位が69。で、僕ね、ちょっと拳痛めてるんですよ。ほら、やばいですよね。ほら、だからちょっとね、やんない方がいいと思うんですけど、うん、まあまあまあ、後ほど。こういう張り紙もありますね。で、店内こんな感じです。結構ボーリングやってる人いますね。てかキックマシーンもあるんだけど、あららら、1位が411。なんだこれ、ビオキャッチャーもありますね。あ、これすごいな。1本で3役。iPhone とか、お、太鼓の音が。で、プリクラ、お、かわいい、リオキャッチャー、麻雀系で、なんかフラワーの音が聞こえるね。麻雀からフラワー聞こえてる。で、まあ時計、イヤホンかな、時計、イヤホン、ポテチ。これ100円。で、これ100円で一発で取れても赤字だね。で、バスケ、湾岸、あ、これ懐かしい。マイマイチ、太鼓あった。太鼓環境よくね。チューニズム、音劇、ボルテフルイノ、ユビート1、ユビートあんのすごいな。音ゲー揃ってますね、すげえ。ここ、いやー、お、無印筐体、ハウスバチもすごいな。短っ、うわ、短っ、子供用みたいな。あ、こっちも短いわ。あ、100円2曲だ。まあ、しょうがない、しょうがない。で、シリアルナンバー。はい。で、張り紙比較的ちゃんと貼ってありますね。まあ、ほんと最近のやつは貼ってないけど、まあ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 。うん。荷物入れあり。で、こっちがトイレ。なんかトイレもすごいな。で、待ち椅子1個だけあり。じゃあやるか。またフラワーが聞こえる。めっちゃ古いわ。麺がちょっと陥没してる。音はでかい。陥没してるけど普通に反応しそうだな。ボール処理入るし普通に反応よ。
この見た目で普通に反応いいのか。入んないわ。でロール処理は1ピンのが入る。じゃあ1位取れるかな、やってみるか。あー、ギクマシン置いてあるのマジすごいよ。近くに結構ギクマシン多いんですよ。東京にはちなみに1軒しかない。まあ抜かせそうですけど、一発で抜きたかった。微妙。まあまあまあ、500いった。ちょっと悔しいな。今4クレか5クレ目ぐらいなんですけど、反則いかないから悔しい。ちょっときついかも。上殴ればいけるかも。やっちまった。
ちまたになんなかった。いやー普通にむずいな。ということでまあこんなもんでいくか。太鼓はまあまあ歩いて帰ったら面白いよね。どこ行くのみたいな。おー559。てか筐体めっちゃ動いてる気がするな。気のせい、なんかすごい動いてる気がするんだけど、気のせいかな。店内こんな感じで、もうそこに太鼓が見えますね。あのさっき動画撮ったはいいけど数値が全然見えなかった。最終結果こんな感じです。もうちょい出したかったな。いやーいい運動になった。この汗見てくださいよ。いやまあ今日は練習って感じで、まあ、次回どっかでキックマシン見つけたら、まあ、600出したいですね、最低でも。ということで別のゲーセンも、ね、行かないといけないんで、まあ、これにて終わろうかなと思います。いやーこういうねボーリング場ね本当好き。全国にあるボーリング場が全部こうなってほしいね。そうなったら別にボーリング目当てじゃなくてもゲーム目当てで来るし、やっぱり最高だなと思いました。